皆さん、こんばんは。57回のダボスの提供を東京で今終わったところで、私はビールを飲んだりピザを食べたりしてるんですが、今日はブロックチェーンというのでちょっと難しいことでやったんですが、初めて来ていただいた、お名前は、はい、片山と申します。はい、どうでしたか？そうですね、もう完全にまっさらな状態で来たので、本当に基礎的なところから学ぶことができて非常に勉強になりました。そうですか、はい、最初、まあ、今回難しかったので、割と長い出しすぎると思うして、はい、それから最後の方はちょっとグループでやっていただいたんですが、はい、そのあたりどうでした？グループでやって、はい、グループでは、アイディアを出すための、まあ時間だったんですけれども、はい、まずはお互いに基礎的な知識を、確認し合うところから始めて、それも何でしょう、自分だけが分かってないのが不安だったんですが、疑問点をお互いに確認し合って、それも非常に有意義でした。あ、そうです、はい、またぜひいらしてください。ありがとうございます。初めて来ていただいた。そうですね、初めてです。はい、お名前を。アメと申します。はい、どうでした？とっても面白いと思います。はい、何ですか、話し合いはもう、とっても素晴らしい。あ、そうですか。日本語上手ですけどね。でも、英語でやったから。頑張ります。そう。で、ブロックチェーンの話は結構よくご存知、知ってました？今日来る前は。少しだけ、前にちょっと、スタートアップ会社のイベントにボランティアしたから、はい、まあ、ちょっと聞きました。けど、ちょっと全部情報は知らなかったです。はい、あ、そうです。で、グループでディスカッションしたでしょ、最後の方。面白いでした、面白い、話し合いも面白い、いろいろな参加者の質問と私の質問は一緒ですから、まあ、話し合いはとても面白い。そうですよね。ありがとうございました。またぜひいらしてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。